では定刻となりましたので、これより開催させていただきたいと思います。本日は大島との悪い中ですね、北陸大学理学療法学科設置構想発表会にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。私本日の司会を務めさせていただきます北陸大学事務局アドミッションセンターの山澤と申します。よろしくお願いいたします。開会に先立ちまして理学療法学科のテレビ CM をご覧いただきたいと思います。いろんな人がいる、いろんな道がある。2023年理学療法学科開設、幅広いフィールドで活躍できる理学療法士へ、最新機器を備えた新校舎も建設中、北陸大学。それではただいまより北陸大学医療保健学部理学療法学科設置構想発表会を始めさせていただきます。最初に本日の出席者をご紹介させていただきます。北陸大学理事長兼学長の小倉勉でございます。小倉でございます。よろしくお願いします。北陸大学医療保健学部学部長の湯野智司でございます。湯野でございます。よろしくお願いします。北陸大学学長補佐で理学療法学科設置準備担当、また公益社団法人日本理学療法士協会副会長を務めておられます大工屋新一でございます。大工屋でございます。本日はございます。よろしくお願いします。以上3名より本日の説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。ではまず理事長兼学長の小倉より開会のご挨拶を申し上げます。北陸大学の小倉でございます。本日はお忙しい中、また新型コロナウイルス感染拡大によるまん延防止がまだ解除されておりませんけれども、多くの皆様方お集まりいただきまして本当にありがとうございます。現在北陸大学は薬学部、医療保健学部、経済経営学部、国際コミュニケーション学部の4つの学部で教育活動を行っております。昨年2021年4月には国際コミュニケーション学部に新たな心理社会学科を開設し、無事1期生を迎え順調にスタートをしております。この度2023年度より医療保健学部に新たに理学療法士を育成する理学療法学科を設置申請することを決定いたしましたので、本日記者発表会をさせていただくことになりました。本学は1975年に薬学からスタートして以来、健康社会の実現を使命として教育活動を行っております。今回の理学療法学科新設は、本学の掲げる健康社会の実現に向けた新たな展開になることを確信しております。本日皆様方にこの新たな構想をお伝えし、ご理解いただけることを期待しまして、簡単ではございますが、北陸大学を代表して挨拶に返させていただきたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。はい、続きまして、医療保健学部長湯野より、新学科の設置についてご説明をさせていただきます。医療保健学部の学部長をしております湯野でございます。よろしくお願いいたします。医療保健学部でございますけれども、ちょうど去年初めての卒業生を出して、今5年目を迎えております。この医療保健学部は地域、特に北陸地域を中心としてですね、医療系の人材を輩出する、それを目的としまして地域に貢献するという人材が育成目的でございます。で、どのような医療系の人材かと申しますと、まず臨床検査技師、そしてもう一つは臨床工学技師です。この臨床工学技師につきましては、5年前の本学科設立が北陸で初めての大学としての、工学技師の育成校ということになりました。で、私どもはこの2つの資格を同時に取ろうと
これを同時に学ぶということをずっとこう掲げてきておりました。で今回まあ多少法律の改正で、途中から構成というのは分かれていくということもありますけども、一貫して医療保険学部としてやっていることは、この2つの学びを、同じ場でやることで臨床検査というこの命の大切さを見つめるという仕事と、ここで切れてしまうかもしれない、この、命をつながなければいけないという場面で臨床工学技師が働いてくれる、今のコロナのことを考えますと PCR、 それからそれに代わるような抗原検査とかいろいろ関連した呼吸器系の検査もございますけれども、こういう命の非常にこの切迫したところで大切なものを見つめている、そして ECMO、 人工呼吸器等の臨床工学、これらを連携して総合的に学んでいるというのが今の学部でございまして、昨年初めて卒業生を出して北陸3県ですでに活躍をしております。さてこのような中におきまして、もう一つ、せっかくつないだ命はより QOL の高い生活に結びついて初めて生きてくる、これは豊かな命を支える仕事のやはり技術者がいるというふうに考えます。これがやはり理学療法士で急性期のリハビリテーションでありますとか、がんリハビリテーションでありますとか、こういう非常に大事な場面で、早い時期から活躍してくれる理学療法士が共に学ぶことがやはり大きなメリットとなって、北陸大学医療保険学部として、皆様方にお役に立てる人材を育成できるではないかというふうに思います。さらにこのコロナ禍を考えますと、総合的に学ぶことでやはり知識というワクチンをしっかり蓄えた技術者を世に送る、これがやはり私たちに課せられた大切な役目だろうというふうに考えております。そこに持ってきまして、先ほど歴史ある薬剤師、そういったところと連携をする、さらには姉妹校である金沢医科大学の医師看護師、そういったところとも連携を取りながら他職種の連携した技師を育成していきたいというふうに思っております。では続きまして、理学療法の中身につきましては、続いて大学の方から詳細にお話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。改めまして大学でございます。本日ありがとうございます。では理学療法学科の説明をさせていただきます。前半6枚ほどは理学療法士に関して主にご説明があるかと思っています。でまずすみません、このスライド僕が作ったわけではないのですみません、自分でこれ作ったのかと思われたらちょっと嫌だなと思ってます。で、いろいろ肩書き書いてます。公益社団法人日本理学療法士協会でも副会長したり、その下には、世界の連盟があって、そこのアジアの西太平洋の執行委員とかもしてもらってまして、いろんな情報を最先端のところから、基本的な課題までいろいろ、利益損なのか分かりませんけども、問題はすぐ入ってくるようなポジションにいます。で、これ、略歴も別にお披露目する必要ないですけど、分かっていただきたいのは、91年から僕、キャリアありまして、で30年超えたんですけど、病院から学校、専門学校行きまして、もう一度病院で、戻りました。学内教育ではなくて卒後の教育が大事だと思って病院に10年ほど戻りました。でその後、いろいろなキャリアをちょっと積もうと思いまして、介護系の事業会社行ったり、あと上場企業の子会社でコンサルティングもしたりして、で公益社団法人の専従役員もしまして、でやっぱりその学内でしかも理学療法士養成だけではなくて、養成は当たり前で、教育、要するに養成というのは国家試験合格させることなんですけど、教育も必要だろうと、要は養成だけではなくて、しっかり理学の学っていう学問をしっかり収めることが大事で、学問を収めた人をしっかり作っていくということが大事だと思って、今回お話しいただいて、昨年4月から取り入れているところです。でここから数枚は皆さんご存知のスライドばかりと思っています。理学療法士地域包括ケアシステムの中で、2025年を目標にこの地域包括ケアシステムはしっかり進めていくということになっているんですけど、なかなか難しいです。でここでも医療、介護、
で生活支援、介護予防、まあ、先ほど学部長もその救われた命をしっかり支えていくと、で豊かな生活にというところを申し上げてましたけども、まさしくその通りで、急性期から生活期に至るまであらゆるところで、理学療法士は活躍しなければならないという状況です。でこのスライドが今高齢者の上にちょっと前がボケてますので、お手元の資料をご覧いただいた方がいいと思いますけど、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施で、実はこのスライドのこの真ん中に、理学療法士がおりまして、まあ、右上に行くと、まあ、リハビリテーション専門職が出てきます。でこういうところで保健と介護予防のところで、まあ、運動指導等に従事するというところで明記もされております。要するに地域包括ケアシステムで医療介護だけだと、まあ、いろんな世間ではもう理学療法士数が余ってるんじゃないですかということもあるんですけど、まだまだこの保健と介護予防の実施では新たにこの職種が掲載されましたので、ここは十分期待されているような職種になります。それから次ですけど、ヘルスケア産業政策ございまして、まあ、要はこれは要するに生涯現役で、人生100年時代にしっかり怪我をしない、障害を持たない、で身体機能も健康なまま維持する、あるいは障害を持ったとしてもさらに悪くならないように維持するというところで、この図ですと下から3つ目の両矢印のところにリハビリテーションが書かれていまして、まあ、どんどんヘルスケア産業にも理学療法の機能、あるいは理学療法学という学問が応用されていっているところです。それから次文字だけのスライドですけど、これが、学校における子どもの運動機能健康に関する問題の提言というのがございまして、これ運動機能健康日本協会というところが出しています。要は子どもの、まあ、これ幼稚園より下の子どもさんから含めて中学校、高校、まあ、高校はちょっと分かりませんけど中学校まではされて入りますが、まあ、その子どもさんたちの健康教育に、まあ、理学療法学を基盤とする理学療法士が、研修を受けて、スクールトレーナーになるという制度を今この協会では検討をしております。まあ、スクールトレーナー、トレーナーというとスポーツトレーナーみたいな、そのスポーツ選手のケアというイメージがあるんですけど、そうではなくて、まあ、スクールカウンセラー的に学校いくつかを担当して子どもの教育をするようなところに理学療法士の技能を持った者が新たに学校に関する研修を受けて学校を回るというようなところが今望まれていまして、こういう資格制度もできつつあります。ここはまだこの運動機能健康日本協会が作っているところですので、まだ途中の話ですけど、こういうところでもやはり学校で、子どもに対しての健康教育をするところでも理学療法士の需要がこれから、今ゼロですので、これから増えてくるということになっています。で、まあ、今のことをまとめにもなるんですけど、まあ、これ石川県含め行政はこのやはり地域のリハビリテーションとかこの介護予防、あと住民の方々のこの運動習慣づくりを進めていくのが大事と言われております。これは白書といろんな報告書で記載されている通りで、まあ、その中でこのサービスを支える人材をしっかり確保して養成していかねばならないと、それも仕組みとして 持続可能な仕組みとして人材確保していくことが急務であるというように謳われていまして、理学療法士の活動する場面的にはその赤の四角の下に、まあ、医療介護はもう当然としてプラス生活習慣病予防ですとか、産業領域、これは、健康経営ですとか、あとその高齢者の就労ですね、高齢の方がもう一度就職するに際しての体力のチェックであるとか、機能向上、まあ、これを含め労働生産性の改善向上に期待されています。で先ほど申し上げた学校での活動、当然障害児の子どもたちにはもうすでに活動しているものもたくさんいます。で介護職員の生産性向上というのは多職種への指導で、やはり人の体の使い方に関しておそらく最も熟知しているであろう職種と私は思ってますので、理学療法士が、まあ、そういう職種への指導助言、家族さんへの指導助言もできる、
まあ、そこも期待されています。それから遠隔リハビリテーション、これまで日本では遠隔診療はなかなか認可されませんけど、遠隔で、運動指導等をするような遠隔リハ、それからロボット工学にはもうどんどん今理学の学を収めたものが入っていってますし、私含め AI 人工知能研究も進めていますので、まあ、こういった広いところで、さまざまな領域で活用できるというふうに思っています。ですからこういう広い範囲を含めて活躍できる人材を、学問をしっかり収めた人材プラス資格も持っているというものを教育して養成していきたいというふうに思っています。で、まあ、理学療法士の技能、これ理学療法士の紹介はこれが最後ですけど、理学療法士の技能職能をまとめると、まあ、この図のようになりまして、実際これ前はちょっとフォーカス悪いのですけど、左上にはさまざまないわゆる治療といわれるような病院等で行う治療、電気治療等の治療があります。でその下にはそれを根拠を求める検査測定という評価があったりします。これが真ん中に赤字で書いている直接的に私たちが患者さん等に触れて行う理学療法です。で他にも上の方右に行くと運動指導ですとかこういうマネジメント相談が入ってきて、まあ、ここにリスク評価、転倒しないようにするような方の評価も入ってくる。で、まあ、真ん中は理学療法の評価という僕らが持っている、まあ、お医者さんでいうところの診断と同じような意味で私たちが行う評価、理学療法士診断できませんので評価というふうに言っています。で右に行くほど間接的理学療法で直接私たちが対象者の方、患者さんと触らないで行うものとなっています。でその下には科学技術で代替できるものとして、直接的なものとしては今ロボットやデジタル技術とかこういう電気的な学問がどんどん発展して融合していこうとしています。でその評価に関しては、人がまあそろそろなんとかさん転びそうになってきたよとか、ちょっと最近動きがおかしいんですけどっていうことを僕たち感知する目を理学療法士は持ってるんですけど、その感知する目をセンシング技術とかモニタリング技術に今応用しようというような試みも始まっています。で間接的なところに行きますと、これ遠隔で指導する、遠隔で教育するというところがあります。当然デジタルヘルスは広く見てますし、まあ、もう一つ僕たちこの全部にわたるところ、今書いてませんけど記録っていうのがあって、書類作りがあります、まあ、書類作りはぜひ機械で対応してほしいなと思ってます、まあ、こんなことがあります。で実際あとこの点線の右側には雰囲気とか場とか人間関係と書いてます。要するにエビデンスが高いことを同じようにしても患者さんが同じように治るかというとそうではなくて、そこはやっぱり理学療法士がその場で患者さんにしっかり対応できるか、困っていることを気づけるか、病気じゃなくてその方個人を見ているかというところの、この場の作り方、空気の作り方は AI にはできないというふうに AI 研究者も言ってますので、こういうところをしっかり大事にしていかないといけないし、私たちがこう何を機械に渡せるかということをも大事ですけど、私たちは何を機械に渡せないかをしっかり追求していくような学問にしたいなというふうに思っています。まあ、そんな理学療法士を今から設置申請しまして、2023年4月認可されましたが、来年4月から新入生を迎える体制で、一応定員60名を予定して、そういう60名で申請をしたいと思います。今申し上げたようにこのスライドではいろいろな場所で働くことができる理学療法士、勉強を使うことができる、あるいは学問もしっかり応用できるというところを目指しております。まあ、これこの通りです。で教育の特色も次箇条書きにしています。まあ、このあたり少し特色的なところをこの後ご説明して終わらせていただこうと思っています。でこのスライドでまず一つ特色としては、まあ、先端的デバイス、先ほどから科学技術の話を少し申し上げてましたが、先端的デバイスを使った教育をしっかりします。でこれはまあ多くの大学、おそらく先端的なとか科学技術であるとか AI だとかいろんなことを書いているところはあると思いますが、実際まだ公表できませんが、
私はこれできません。私 AI 研究とあとモニタリングセンシングの研究は実際共同でやっていますし、今就任予定の教員はもう特に遠隔リハですとかロボットに通じたものがありますので、実際これは教員がすでに実施しているものをここに持ってきて、ここでさらに発展させるということで、もうこれは必ず実現可能なことになります。で特にここはこの真ん中にある神経系疾患のニューロリハとかロボット、このあたりでしっかり先進的なものを作っていきたいというふうに思っています。で当然今最近この左端はスポーツのルートですけど、スポーツ選手であった学生が理学療法士を目指すケースもあったり、実際現場ではまだまだ、トレーナー系のスポーツトレーナー系も充足していませんし、理学療法士の需要も結構あります。要するに需要も供給もあって、まだ供給が多すぎるぐらいのところもあるんですけど、なりたいスポーツ系になり従事したいという学生が多いので、ここはしっかり見ていきたいし、北陸大学の強化クラブもございますし、しっかりそこと連携しつつスポーツのクラブにも貢献したいし、地域の学校やスポーツチームにも貢献していけるものを作ろうとしています。で地域貢献、もう一つ理学療法はそもそもは3つ柱があるんですけど、3つ目の柱としては、まあ、内部障害、要は糖尿病ですとか呼吸、心臓のあたりは地域の方々の生活習慣病を予防したり、さらに元気になってもらえるような活動もしていきたいと思っています。まあ、こういうのを作るというのが一つ特色、それからこれ実は大きい特色が小さく書いてるんですよ。この右の上に実は薬学、東洋医学、臨床工学、臨床検査学との連携と書いています。これ要は理学療法士の大学ですと、例えば作業療法士や言語聴覚士との連携の教育が大事なんじゃないかとか、他の学科がないのに理学療法士だけですかというご意見たくさんあるんですけど、私ずっと臨床いまして、作業療法士、言語聴覚士との連携はほとんど病院ですぐできるんですね。でほぼほぼ、まあ、作業療法士とは国家試験の問題も半分同じですので、多くはリハビリテーションという学問の中で実は共有できています。病院と意外に連携が多いのが臨床工学技師と臨床検査技師と薬剤師なんです。で私たち薬の教育あまり受けませんので、私が病院の部長をしている時も勉強会には薬剤部長頻繁に来てもらって薬の説明をしてもらったり、感染の説明をしてもらったり、で実際 ICU とか行くと工学技師と一緒に機械のメンテナンス含めいろんなことを教えてもらったり、で当然検査データをかけながらやりますから、検査技師の人にエコーの見方を教えていただいたり、心臓の検査を一緒にやって所見を教えてもらったり、実はそこの教育全く学内にされていない理学療法士が多くて、就職してからそこと連携していかねばならないことはもうずっと見てきました。ですから、まあ、作業や言語の学科が一緒にあるよりは、むしろ薬学、臨床工学、臨床検査学の学科が一緒にある方が当然僕は学生には有用かというふうに思っていまして、ここは北陸大にしかできないんじゃないかというふうに思っているところです。それとこの基盤になる研究も基礎研究、実際基礎研究ずっとしている教員もたくさん来ます。で新校舎を建てます。実は今日クライアントにおいてますけど、この何て言うんですか、隣奥横分かりませんけど、向こう側に校舎が建ちます。この校舎の幅と同じ幅というか、作りほぼほぼ同じ校舎が横ですか奥ですか隣ですか、そっちにできます。ですからお時間あれば、校舎ないんですけど、この校舎をまたご覧いただければ、これもまた旅行できるんだってご理解いただけるかと思ってます。まあ、そこには実験室当然作りまして、おそらく理学療法系の私学ではほぼほぼないであろう動物実験の部屋も作る、この学部で持つためにその動物実験の部屋も作るように計画をしています。当然先ほど申し上げたロボット等を置いたような実験室も配置をしています。まあ、こういうところが大きな特色かなというふうに思っています。もう一つ特色がありまして、これは細かい説明はもう実習のことですからいいんですけど、要は理学療法士は学生にとって大きな時間的、肉体的、精神的負担になる臨床実習が20単位ございまして、各々
まあ、学生は審判を受けるぐらいの覚悟で行くんです。実習前は壮行会やる学校があって、戦争行くんじゃないんだからっていうようなところの学校もあるんですけど、私たちこれ1年生からずっと物議じゃなくて最後の4年生まで連続して考えてます。連続してるのは何が連続してるかというと、この下に4つ書いてますが、疾患とか障害を実習で学んでくるのではなくて、その患者さんのことをしっかり学んでくる。言い方変えますと、何々疾患の人を実習で見てきましたという学生を作るんではなくて、何々さんという方を実習で見てきました、何々さんはこういう怪我とこういう手術してました、ここに困ってましたみたいなところを第一声として言ってくれるような学生を作りたくて、そういう実習をしたいと思ってます。ここはおそらく他の人たち、他の学校もこうしたいと思ってますけど、できないんでしょうけど、僕これやります。で、診療参加型と学生指導者のこの配分は、これ指定規則通り決まってますが、なかなかこれも実習中の方理解られないところが多くて、うまく導入できてないと聞いてますけど、ここももう当初からこのお願いをしてますので、これはもう完全に指定規則通り実施できます。で、そういった意味含めて、この障害学習と卒業研修にしっかりつながるように、1年生から理学療法士ってすごいなと思わせて、私どういう勉強しなきゃいけないんだろうってずっと思わせて、なんとかその役に立てるように頑張るには、私これから一生どうやって勉強していこうというふうに思えるような学外実習にしたいというふうに思ってます。ちょっと長くなってすみません、もう終わります。で、これは校舎の写真、今皆さんこっちにおられています。これ今何もないです。パース想像図、予定図、完成図、ちょっとわかりません。今ここ雪しかないです、すみません。これが今そこです。で、まあ、あのお部屋はそもそもそんなに各大学変わらないと思うんですけど、ここもあの学生がしっかり、あの先ほど申し上げたように学科としっかり交流してほしいのと、学部内でこれ本当に貴重な検査学と工学がありますので、その学生たちともうまく交流できて、学生時代からそういう知識とかそういう職種を知ってほしいので、まあ、これ学生ホールをしっかり作りまして、コミュニケーションできたりするか、まあ、高得でゼミもできるような配慮をしてまして、当然他のフロアには動物実験の部屋もあれば、あと最新の物量機器、電気治療機器等も、あの要するに二刀流の某選手が使っているような最新の治療機も置きますし、実際それを学生時代から使って、先ほど強化クラブにも僕らが実際対応するのも学生に使う、いろんな意味でいろんなキャリアプランをしてあげたいなというふうに思っているための校舎を今作っているところです。以上です。ありがとうございました。